族の日常。こんにちは、ゲーム配信家族の日常のパパです。今日はですね、普段使ってるハンコン、ファナティックですね、ファナティック製のハンコンについて、説明やお話ができればなと思って動画を回しました。今普段使ってるハンコンはファナティックの、DD プロに、ペダルが V3 ペダルで、ステアリングはフォーミュラーステアリングに変えたり、もう一個大きい、RS ってやつですかね、クラブスポーツ RS やったかな、に付け替えたり、まあ、グランツーリスモをするときはもともと付いてたこの今映ってるグランツーリスモのステアリングを使ったりしてるんですが、つい先日ご質問いただいてコメントで、その内容っていうのがすごい、パパ自身も悩んだ部分だったので、パパの分かる範囲で説明したいと思います。はい、で今回ですね、いただいた質問っていうのが、ファナティックの公式サイトでシフターを、まあ、見て買おうとしたんだけど PC しか対応してなくて、まあ、困ってる、よくわからない、でどこで買ったんですかとか、使えてるんですかみたいな感じの質問が来たので、これに関しては、パパも買うときにあのホームページ公式サイトとか見てもちょっと説明が分かりづらくて、どっちなんかなって思いながら、まあいろいろ調べたんですけど、今実際使ってる環境としては、プレステ5ですね、4もたまにつなげたりしますけど、基本的にはプレステ5です。 PC は全く使ってません。で、ま、ソフトとしては、グランツーリスモ7、アセットコルサの、コンピティツヨネ、あとは、たまにダートラリー 2.0 だったかな、そんな感じちょこちょこいろいろやるんですけど、そのプレイ環境の中では何も問題なく使えてます。多分ソフトはそこまでできるできないって関係ないと思うんですよね。単純にもうコントローラーとして認識してもらえれば、まあ、普通のハンコンと同じように使えるはずなので。で一応今使ってる DD プロ、まあ、ファナティックのハンコンを使う前にも G27 を使ってました。で G27 の次に G29、 これ今うちのケイシローが使ってるんですけど G29 で、その次に G923 っていうのを使ってました。でその次が今のファナティックですね。だから同じような感覚で使えてます、ファナティックも。で一応その質問内容として PC しか対応してないっていうのは分かります。公式サイト入ると、まあ、シフターに限らずなんですけど、まあ、こんな感じで、ここに PC、XBOX Ready、PS Ready って書いてて、まあ、これもよくわからな、でもなんか PS ってプレイステーション、Ready ってなんか対応するために用意してますよみたいな、なんかこう条件があるのか、まだ今はできないのか、どうなんやろうなとか思いながらこの商品を見ようと思って入ると、もうここに対応としてはもう PC しか、なくなるんですね。でそこで、ああやっぱ PC しか無理なんやーって思って諦める方も結構おられると思うので、もうちょっと分かりやすく書いてくれたらいいのになーとかは思うんですけど、一応ねここの PS レディってとこ押すと、まあこういうプラットフォームの互換性についてみたいな説明も書いてるんですけど、 100% 理解するのってなかなか難しいところがあると思います。なので結局は
まあ、おそらくこうだろうなっていう予測のもと買ってみて、あ、やっぱり合ってたわっていう感じで使えてるのが今現状なんですけど、要は PC、Xbox Ready、PS Ready、そのReadyって書いてるやつに関しては、ある条件を満たしていれば使えますと。まあ、Xbox でプレイはしてないので確実な説明はできないんですけど、プレイステーションに関しては参考のベースがプレイステーションに対応していれば問題なく使えます。なので、まあ、逆に言うとこのハンドブレーキとかシフターは単体でも PC であれば使えるみたいなんですけど、プレイステーションとかは無理ですね、おそらく。まあ、ちょっとかなり賢い人がいろいろやるとできるのかもしれないけど、まあ、公式的なやり方とかっていうのはできないと思います。なので、まあ、条件としてはプレステに対応しているハンコンのベースがあれば、を使用していればそれにつなげて使えるということですね。なので一応質問内容としては、公式サイトで、まあ、そういうシフターが売ってないっていう感じだったと思うんですけど、公式サイトで売ってるシフターも多分、どこで売ってるシフターも多分内容は一緒だと思うんで、もうどちらかというと公式サイトで買ってもらった方がその後の保証とかもしっかりしてるから絶対そっちの方がいいと思います。だからあとは使う人がどんな感じで使いたいのか、今例えば、G29 とかスラストマスターのハンコとかを使ってるんだけど、シフターだけ使いたいなっていう人は無理やと思います。無理なのか難しいのかちょっと分かんないですけど、もうパパの知識の中では無理です。ただもうハンコンのベース自体を、まあ、DD プロとか他プレステ対応してるのを使うよっていう人であれば使えます。で、 Xbox はハンコンのベースじゃなくてステアリング側で対応してないっていう判別をしてるみたいです。要はこれですよね。これ DD プロのハンコンのベース、この中にモーターが入って、こっち側、プレイステーションの場合はこっち側が対応していないとダメで、 Xbox の場合はこっちのステアリング側ですね、ステアリング側が Xbox に対応してないとダメ、その違いがあるみたいなんですけど、どちらにしろそのどっちかの条件満たしていればいけます。で、この V3 ペダルもそうですね。公式サイトではこんな感じで PC、Xbox Ready、PS Ready で押すと、同じく PC のみっていう感じなので、うわ使えんかったら嫌やな、高いしなっていうことで、そのまま V3 は諦めてっていう人もいると思うんですけど、それも問題なく使えます。DD プロっていうプレイステーション対応のハンコンベースにつなげるので、ハンコンベースさえプレイステーションに対応していれば問題なく使えます。なのでステアリングなんかに関してはもう全部そんな感じですよね。こうやって PC、PS Ready、PC、PS Ready、 PS Ready って書いてるやつに関しては全部ハンコンベースさえ問題なければ問題なく使えると思っておいてもらって大丈夫だと思います。で、ここに同じステアリングだけどこの Xbox って書いてるやつ、これはベースじゃなくてステアリング自体にそのライセンス的なものが入ってるので、ステアリングを Xbox 用にしないとダメですよっていうのはこのことですね。例えば今使ってるフォーミュラーステアリングがこの V2.5 っていう PC と PS レディなんですけど、これをまあ Xbox でやりたいなと思うと、多分これになるのかな。
ちょっとデザインとかも少し色合いが違ってくるんですけど、これが V2.5X っていう XBOX 対応のステアリングなんですけど、これ5万5千円ですよね。もちろんこっちでプレイステーションも使えるんで、まあそれはやっぱりその分高いのはわかるんですけど、XBOX 必要なければ、こっち49,900円っていう感じで、まあいろいろ調べて選んでいってもらったらいいかなと思います。はい。という感じでですね、もう本当に最低限パパの分かってる範囲、この4月ぐらいから使い始めて、いろいろ調べたりして分かってる範囲にはなるんですけど、分からないこととかあればまたコメントとかで質問いただければ、説明できることに関しては説明したり、まあ調べて報告できたらいいかなと思ってるんで、どんなことでも気軽なことでいいので、コメントの方に質問とかいただければと思います。